はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは。コタコよ。今日も、ハートフル彼氏、続きやっていっちゃうわよ。夏休みだからって油断してると、すぐ夏休み太りしちゃうよね。ほんとそう。みんなも気をつけて。この狩り民族で狩猟民族のことかしら。狩猟民族は、身体が資本なんだし、ちょっと今日は気合を入れて走り込みしようかな。偉いわね。私、偉いわ。めちゃくちゃ走ってるみたいよ。すごいわね。すごいわね。え？どこまで行ってるのよ。走った。充実した夏休みのスタート。いわゆるランニング女子。何キロくらい走ったのかな？ランニングハイになると周りが見えたくなっちゃうのよね。どこだろうここ。どこよここ。いつの間にか来ちゃったわ。なんか変なとこ。なんか途中街が崩壊してたけど、どこかしらあれ。どこなのよあれ。家どっちだろう。私としたことが奇想本能に見放されるなんてすぎるわ。すぐに日が暮れてしまいそう。見知らぬ土地ではね、野宿は避けたいな。そこのあんた、ちょっとどんな感じの声で言ったらいいのか分かんないから、ちょっと今は言わないでおくわ。気づけば私のそばに一羽の桜文鳥が立っていた。人間にはスクーターを止めている。ちょっと古風な感じの可愛いスクーターだな。しかしこの並々ならぬ威圧感、私は直感で悟った。この桜文鳥、ただものではないの。怖いわ。何学園長の外れです。走り込んでいたらここまで来ちゃって。そんなに、どんだけ走ったのよ私。すごいわね。道理で疲れてるわけだよ。ほんとだよ。どうしよう。今から走って帰るだけの体力残ってるかな。ちょっと、この人女の子だったの？ちょっと、ずっと普通に男で喋ってたわ。あたいが送ってやるよ、女。ちょっとどんな感じで言えばいいのこれ。威圧感をまとまった桜文鳥は、スクーターを刺した。ちょっと狭いけど、なんとか乗れるかな。ありがとうございます。あの、文鳥さんの名前は？あたいは、あざみ？どうしようかしら、なんか女の子っぽい、あざみとか。小芝あざみだ。あざみだなんて、ちょっと声わかんないわ、この子も。じゃあ、よろしくお願いします、あざみ姉さん。姉さんなの。じゃあ、ちょっと姉さんっぽく、どんな感じでいいかしら、お姉さんっぽい。お姉さんっぽく？お姉さんって言ったら姉妹になってローズです。マリーよみたいな、そんな感じになっちゃうな。おすぎよピーコよみたいな。ちょっとどうしようかしら。この子の声どうしようかしら。ま、あの、ちょっと考えとくわ。姉さん安全運転なんですね。夜になってるわ。ソウルに刻んで覚えときな。注意一瞬、怪我一生。事故が起こっちゃったら元も子もないんだよ。あんたみたいな若い娘には分からないかもしれないけど、失ってから気づいたって遅いんだからね。姉さんの目がどこか遠い。なんか謎めいてるわ。素敵、姉さん。それはそうなんだけど、この調子だといつに家に帰れるのか分からないよ。私、夜明け前には戻れるのかな。ソウルに刻んでおい、覚えときな。スクーターの法定速度は最高時速300キロ。道理で遅いわけだよ。
道路交通法は最低限守るべき仁義ってやつだからね。じゃあこんな小さいスクーターで二人乗りもダメなんじゃないですか。そいつは人間が作ったルールだろう。うちらは軽いからね。多少人数が増えたところでブレーキの性能に差は出ないのさ。だから庭乗りも OK ってわけさ。私人間なんだけど、いいの？一匹と一羽ならいいのかしら。そうよね。スクーターに一人乗って、文鳥を手に持ってても、OK よね。でもどうやって運転してるの？謎だわ。この後、あざみ姉さんの安全運転を続いて、帰宅する方にはすっかり夜が明けていったのであった。なかなか面白いわね、あざみ姉さん。2学期までまだまだたくさん時間があるな。その分宿題もまだまだあるんですけどね。せっかく時間があるんだし、たまにはバイトに挑戦してみようかな。どうしよう。そうね、ちょっとバイトはやめておこうかしら。やっぱね、休みはちょっと満喫したいわ、私。バイトなんて大学生になってから講義そっちのけで打ち込むものだよね。今は思いっきり遊ぶことに集中した方が高校生っぽいかも。そうよ、高校生のうちは働くんじゃなくて遊びなさい。うん、そうしよう。今日は地元の夏祭り、せっかくだから誰か誘って遊びに行きたいけど、どうしよっかな。もちろん昨夜じゃないの？ねえ、昨夜くん呼んじゃうわ。あ、ザクヤくん、こっちだよ、こっち。私を休日に呼び出すとは大した度胸だな。何の用だ？そっか、ザクヤくんはこの町に来たばかりだから、ローカルイベントには詳しくないよね。今日は夏休みなの。夏休みじゃないわ。今日は夏祭りなの。一緒に行こうよ。夏祭り、なんだそれは。行けばわかるよ、ついてきて。なんだこれは。見ての通りの夜店よ。まさかこんな環境で食べ物を売り買いしているのか。不衛生にも程があるぞ。異常識だ。大丈夫大丈夫。食中毒になったとかそういう話、ここ2年ぐらいは聞いてないし。3年前にはあったということだろう。うん、そうなの、あったの。そうなの。警戒心をあらわにした咲夜くんと歩くのは大変だけど面白い。こうして祭りの夜は更けていったのであった。あれ、咲夜くんリンゴ飴買ったの？いつの間に？ふん、珍しい色の食べ物だから買ってみただけだ。食べるつもりはないぞ。持ち帰って鑑賞用にする。食べなさいよ、ちょっと食べ物粗末にしちゃダメよ。すげえ、二度寝、すげえ。やばいよ、完全に休みぼけした。今日から二学期だよ。急げー。あ、こたみさん、おはよう。あ、先生、ごめんなさい、ごめんなさい。完全に寝坊しました。寝坊？ああ、宿題もすいません、持ってくるの忘れました。こたみさんはちょっとだけ未来に生きてるのかな。え、画面の左を見てごらん。はあ、まだ9月じゃないわ。ちょっとだけ早かったね、こたみさん。フライングだよ。どんだけどんだけなの？私どんだけボケてんの？こたみさん、せっかく学園まで来たんだし、もしよかったら先生のお手伝いしてくれないかな。お手伝い？え、バイト料出る？うん、1年生の補習テストが終わったところなんだ。今から採点なんだけど、予定がないなら手伝ってもらえないかなって。もちろん9月に入ったらすぐに実力テストがあるし、図書室にでも寄って自習したいならそれでも大丈夫だよ。どうしよう、どうしよう。先生に恩を売っといた方がいいかしら。ねえ。
そうね、カレーに直帰しようかしら。すいません先生、私まっすぐ帰ります。そっか、気をつけて帰ってね。皆さんおはようございます。夏休みは元気に過ごせましたか？お子さんはいつでも元気ですし。はい、元気です。貴族は病だと。貴族は病と無縁だ。夏を乗り切ると時間が過ぎるのはすごく早いからね。休みポケしないように気をつけてね。先生休みボケないで。はい、2学期始まったわ。あれ、これって生徒手帳？誰の落とし物だろう。2年2組、知らない子の名前だ。こういう場合ってクラスに直接持っていくのがいいのかな。あ、でももう帰っちゃったかもしれないよね。始業式なんて特にすることもないんだし。じゃあ先生に届けることにしよう。先生、先生、どうしたのかな小谷さん。宿題の出し忘れでもあったかな。先生、さっきそこで生徒手帳拾ったんです。2組の子のものなんみたいで、職員室に持ってくるのが一番かなと思って。そっか、ありがとう。預かっておくね。ん？どうしたんですか先生。おかしいな。小谷さんはこれは今日拾ったんだよね。はい、廊下で。この子1学期の後半から登校拒否してるんだよ。今日も確か欠席だったんだけど。不思議だね。ずっと学校に来ていないこの生徒手帳？夏休みの間もずっとこのあの場所に落ちていた。誰も拾わなかったってことなのかな。それにしては埃もついてなくて綺麗だったけど。とりあえず先生が預かっておくよ。わざわざありがとう小谷さん。今日も今回も音楽で行こうかしらね。はい、音楽。リコーダーばっかりは僕も貸せないよ。困ったね。間違えて持ってきちゃったならあるんだけど。受けるの？ちょっと何持ってきたのかしら。読んでなかった。ちょっと飛ばしちゃった。コタコのレベルアップ、センスも5上がった。ああ、もう時間だね。じゃあ今回はここまでにしようか。次から新しい公式が出てくるからなるべく予習しておいてください。じゃあね。まったく日本の教育の程度の低さには呆れるな。さくやくんは七木先生の授業には不満があるの？当然だ。数学に限ったことではないかな。この程度の学問、義務教育どころか幼児レベルだ。あくびが出る。七木先生の授業なら寝てても怒られないよ。それはちょっと違う問題じゃないかな、りょうた。ほら、お子さんも出血以外寝てたし。見ろ、教師レベルが低いから生徒のレベルも無残に落ち込むんだ。でも七木先生ってああ見えてその筋では有名な学者さんなんでしょ。私はそういうのってよくわからないからどれぐらいすごいのか知らないけど。とにかく先生をディスるのは良くないよ、咲夜くん。貴様の知能を知れているな、小谷。
教師だからといって無条件に尊敬しろというのか。七木の知名度はせいぜい国内レベルだ。世界レベルの論文を記してこそ尊敬に値する教師だ。岩峰先生のようにな。あの岩峰先生そんなにすごいの？あの怪しい先生。初耳だ。それはお子さんのプリテシー。ボングしかいないのか、このクラスは。彼は病理学の権威だぞ。どの国の医学書にも名前が載っているレベルの超一級だ。とにかく七木とは比べ物にはならないな。岩峰先生そうなの、すごいすごいわ。すごい怪しいけど、でもどうして名門校とはいえただの学校の保健委員なんて地味な仕事してるんだろう。今日は学園祭。うちのクラスはメイド喫茶を担当することになったんだけど、私がと、店番するのは初日の今日だけじゃなくて明日もなんだよね。今日は時間を持て余してるんだけど、せっかくだからどこかに遊びに行こうかな。そうだ、隣のクラスはお化け屋敷やってるんだっけ。やたら気合が入ってるって、好評だし行ってみようかな。私と同じ、今日が自由の子はさくやくんかな。さくやくん誘っておけ、お化け屋敷行ってみる？行くわ。さくやくんの驚くところ見てみたいわ。見てみたいわね。誘う。さくやくん。何か用か。さくやくんも、店番明日だよね。一緒に遊びに行かない？遊びに行く？無意に時間を浪費するだけだ。どうせボングのボングによるボングのための芸しかないんだろう。そんなの言ってみないとわからないよ。それに庶民の生活の視察も偉い鳥の仕事でしょ。うん、一理あるかもしれないな。どうせここにいても時間を無駄にするだけだ。少しだけなら付き合ってやってもいいぞ。なんだこれは。お化け屋敷よ。なんだそれは。忍者が出てくるのか。違う違う、忍者出てくるのは忍者屋敷。屋敷とつく建物ならいずれも忍者が潜んでいると思えと乳母が言っていたぞ。さくやくん、もしかして侍も現役だと思っている系の、外長なのかな。テーマパーク自作した感じっていうか、ほら、あのホーンテッドなんちゃら的なのものだよ。くだらないな。どうせ子供騙しの息を出ないんだろう。行くぞ。あ、ちょっと待ってよさくやくん。行きたかったな。な、行ってるの？なんだこれは。暗くて全然見えないぞ。あ、そうか、さくやくん、鳥目だから暗いと見えないんだね。何か踏んだぞ。今何か不快なものを踏んだぞ。やめろ、離せ。うわあ。さくやくん落ち着いて。お化け蹴っちゃダメだってば。離せ。こんなにも動揺してるさくやくん初めて見た。とりあえず満喫してもらえたしよかったのかな。ちょっとさくやくん可愛いじゃないのよ。お化け苦手なのかしら。一番ずつ前に出て読書のテストって緊張しちゃうけど、たまにはこういうのもいいよね。今日は調子が良かったから気持ちよく歌えたし。さて、次は物理だし、さっと移動移動。あれ？さくやくんが音楽準備室にまとめられた楽器たちを見つめている。どうしたのさくやくん、移動しないの？こたみは芸術というものをどう思う？芸術？突然どうしたの？貴様なら少しは理解しているものではないかと思って聞いている。芸術というものをどう思う？いきなりそんなこと聞かれても困るわ。
そもそもそういうのって言葉で表現するもんじゃないような気がする。ドストエフスキーは言った。芸術家とは、踊れ自身に耳を傾け、率直な気持ちでその声を書き留める熱心な労働者だと。表現者とは、下なものだ。サクヤ君、なんかどうしたの？暗い。どうしたの？元気ないわ。何かあったの？本当。私に話して。聞いてあげるわよ。掃除当番終わり。よし、さっさと帰るぞ。あれ？廊下の先からかすかにピアノの音が聞こえる。この先音楽室だったと思うんだけど、今は放課後だし、誰が弾いてるんだろう。ちょっとね、気になるけど。どうしようかしら。ちょっと行ってみようかしら。音楽室のピアノに、トリカが見える。やっぱり誰かがいる。誰なんだか見覚えのある、おばねだわ。あれは、サクヤくん。どうしたの、サクヤくん。貴様、いつからそこにいた。私を監視でもしているのか。不快な奴だな。違うよ、誤解。今来たの。綺麗な音が聞こえるから。すごいね、サクヤくん。成績優秀なだけじゃなくて、ピアノも弾けるなんて。当然だ。貴族たるもの、あらゆる分野において完璧でなければ。貴様のような庶民に芸術を理解できるのか怪しいが。難しいことがわからないけど、素敵な音楽だったよ。あ、邪魔したならごめんね。私すぐに出て行くから休憩せず続けてくれていいよ。こたみ。え？貴様の好きなものは何だ？好きなもの？どうしたの急に。いいから教えろ。そうだな、うどん？うどん？うどんいいわね。うどんおいしいわ。貴様はその、うどんというものに正直か。うん、好きだから毎日食べてるよ。そうか、わかった。言っていいぞ。ん？何？どういうこと？どうしたの、サクヤくん。はい、ということで、今回はこの辺で終わっちゃうわ。また次回見てね。じゃあね。